皆さんこんにちは。夏を諦めてでも有名な歌手である研ナオコさん。今回は研ナオコが激変した現在の姿と、余命宣告を受けても歌い続ける理由や、抱える難病の正体について紹介します。まずは研ナオコの履歴とプロフィールから紹介します。研ナオコは日本の歌手、タレント、女優、コメディエンヌ、歌手として活動するだけではなく、数多くの CM やバラエティ番組にも出演するテレビタレントとしても活躍。殺虫剤キンチョールの CM トンデレラ、シンデレラのキャッチフレーズやザ・ドリフターズとの共演、カックラキン大放送のナオコばあちゃんのキャラクターでのコントなどで人気を博したタモリ、所ジョージ、関根勤、明石家さんまら芸人とも交友関係が深く、赤塚不二夫は研ナオコファンクラブの会長だった。志村けんはドリフターズに加入する前の付き人時代から付き合いがあり、けんは志村が当時から面白いとして、いかりや長介にドリフターズ加入を進言したことがある。この時はいかりやに人数が多いからと断られたが、1974年に志村が正メンバーに昇格した時には喜んだという和夫一女の母で、長女は元小夏瞳玲奈の瞳、また、陸上選手の日吉克実とは親戚関係にあり、日吉の親と県外とこである。歌手として数々のヒット曲を叩き出し、女優タレントなどとしても活躍している研ナオコさんですが、実は10年ほど前から橋本病という病気を患っていたそうです。そんな研ナオコさんは2007年から謎の体調不良に悩まされていたそうです。2007年10月、米シアトル、チャリティーコンサートを終えてホテルに戻ると、ひどいだるさに襲われた。両足には赤い点が広がっていた。翌朝にはだいぶ体調が戻り、ロサンゼルスでのステージもこなして無事に帰国した。皮膚トラブルやだるさにはその後も悩まされた。かぶれやニキビのない自慢の肌だったのに、目の周りの湿疹がひどく、メイクで隠した。気力が湧かず、休日は自宅のソファに横になっていた。そんな研ナオコさんは、10代から片頭痛にも悩んでいたようで、薬で乗り切っていたそうです。しかしその後、薬の量が増え、耳鳴りやめまいまで伴うようになったそうですが、共演者や周りの人には気づかれなかったといいます。ずっと体調不良に悩まされてきた研ナオコさんがですが、2010年に転機が訪れたのです。病院が大嫌いで周りにも体調不良を隠していた研ナオコさんですが、宇崎竜童さん夫婦と共演した際に体の不調を相談したことで先生を紹介してもらったのです。話をしているうちに帯状疱疹のような湿疹が出ることや、だるくて仕方がないことを話していました。それを聞いた宇崎さんは、いい先生がいるから紹介するよとその場で先生にメールをしてくださいました。病院は嫌いだけれど、そんなことは言っていられないな、脳神経外科の先生ということだけど、私の症状でも見ていただけるのかしらと思ったことを覚えています。そして脳神経外科で診察を受けた研ナオコさんは、長年悩まされていた片頭痛以外に橋本病を患っていることが判明したのです。意外な事実も分かった。血液検査の結果、甲状腺の病気の疑いがあるという。同大病院で精密検査を受けて橋本病と診断された。橋本病だと判明するまでは食事をとることが少なくなり、体重も39キロまで落ちたという研ナオコさんですが、現在は体重も元に戻り、精神的にも楽になったそうです。しかし現在でもチラージンという橋本病の薬は毎日2錠ずつ欠かさず飲んでいるそうです。そして現在では、たくさん働いたらゆっくり休むスケジュールを組んでもらい、家族や友人と楽しく食事をするようにし、うまく病気と向き合っているそうです。かつて日本人の死因の1位だった脳梗塞。近年は死亡率が減ってきてはいますが、それでも4位とまだまだ上位となっています。命が助かっても言語機能や運動機能に後遺症が残ることも、医療が進歩した昨今でも恐ろしい病気の一つとなっています。そんな脳梗塞を研ナオコさんが発症したという噂があるようです。ですがこの噂は誤り、前述の通り片頭痛を患っていたことが脳梗塞と勘違いされたのでしょう。ただ、片頭痛は放置すると脳梗塞を発症するリスクが高まるんだとか、片頭痛持ちの人はそうでない人と比べて脳梗塞になる確率が約7倍というデータもあるそうです。もし橋本病と分かるのがもっと遅ければ脳梗塞になっていたかも。橋本病が辛いことは間違いありません。ですが橋本病で命が助かったとも考えられるのではないでしょうか。2017年3月舞台の公演中に転倒し右大腿骨頸部を骨折した研ナオコさん。当初は全治3ヶ月と診断されるも1ヶ月で完治するという驚異的な回復ぶり。こうして見ると順調に回復したように思えますよね。ですが入院中にこのまま寝たきりになるかもと不安に襲われうつ状態になっていたそうです。実際骨折は高齢者が寝たきりになる原因の3位。骨折の中でも特に問題となるのが研ナオコさんが骨折した大腿骨頸部。これは太ももの付け根の部分のため骨折すると痛みで寝返りも打てなくなるほど、そして体を動かさなくなることで筋力が低下、そのまま寝たきりになってしまうケースも少なくないそうです。研ナオコさんが寝たきりになるかもと心配するのも当然と言えるでしょう。ですがそんな不安を吹き飛ばしてくれたのが過去にデュエットしたこともある田原俊彦さん。入院中お見舞いに訪れまた歌おうと励ましの言葉を送ったそうです。この言葉に勇気づけられ元気をもらった研ナオコさん。それ以降懸命なリハビリを続け1ヶ月という短期間での復帰を果たしました。もしうつ状態から回復できなければ1ヶ月での復帰なんて夢のまた夢。むしろ本当に寝たきりになっていたかもしれません。そんな研ナオコさんが事故死したという YouTube が2023年12月12日にアップされており、ファンからは戸惑いの声が上がっています。研ナオコと検索すると死亡事故というキーワードが出てきます。研ナオコさんが亡くなったという噂が流れ、知恵袋や X で心配の声もありましたが安心してください。冒頭でお伝えした通り結論から言うと研ナオコさんが亡くなったというのはフェイクニュースでした。死亡説が広まった後も研ナオコさんは SNS の更新をしてました。2023年12月20日の時点でご本人のインスタグラムの更新が確認できました。インスタグラムの他にもアメーバブログの更新も12月21日に確認できています。このことから研ナオコさんが亡くなったというのがデマだということが分かります。研ナオコさんは田辺エージェンシーという事務所に所属しています。もしも本当に亡くなられた場合は所属事務所からの発表があるはずですよね。しかし所属事務所の公式サイトを調べてみたところ亡くなったことを発表するような記事はありませんでした。以上2点のことを踏まえると研ナオコさんの突然死はフェイクニュースだったということになりますね。研ナオコさんの死亡説がフェイクニュースということが分かりましたが、なぜこのようなデマが流れてしまったのでしょうか。調べてみたところどうやら一部のユーザーが YouTube 動画で閲覧数稼ぎのために誤解を招く手法が使われていたことが原因のようです。実際に YouTube を見てみると研ナオコさんが重大な交通事故に遭ったとの導入から始まり、サムネイル画像やタイトルに研ナオコ死去という表現が使われていて死を連想させるような内容でした。しかし動画内で亡くなったとの言葉は使われていませんでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。